明後日か明後日か、この3日間の命じゃ。しかと。見られえ、天海殿。両名の命はこの日がはっきりと見えている。しあさってにはこの通り、もう命運が尽きておるわ。そしてこの煙のように、両名の言霊は悲願の世界を頼っておっているじゃろう。今日、明日、明後日の命か。これで、豊臣の幻影に惑わされずに済む。ようやく徳川の御世も安泰になるか。今日不思議に栄養栄華を極めた豊臣の世も皇太后秀吉の死とともに一代の夢と化し、その子秀頼は徳川家康によってあえなく滅ぼされ、大阪城とともに運命を共にした。しかし桂宮家より降下した桂宮蓮子とその子秀也は、幸運にも紅蓮の炎に包まれた大阪城から脱出することができたが、必要な徳川の追及に母と子は離れ離れとなり、秀也は忠実な次女佐々香と共に九州に渡るべく萩の海岸目指して逃れていく。桂宮蓮子は織田家の血筋を引く関家千早と共に山道に踏み迷い、獣も歩かぬ新山の道なき道をさまよっている。しかも鳥も通わぬこの敵地までも、幕府の厳命を受けたお庭番反役人らの追及の手が伸びており、安息の地はどこにもなかった。みんなよく聞け、里の村人たちが何人も見ているんだ。よし、それに見るからに金があふれる要望は間違いない。桂宮蓮子だ。見つけ次第生け捕りにする。みんな、あ、神より恩賞のみか、長官に取り立てられれば出場だ。その野心を実現させるまたとない機会だ。必ず探し出せ。ああ、どうせ女なしだ。そう遠くへは逃げ延びていない。おそらくこの近くに潜んでいるはずだ。探せ、探すんだ。おお、岩の陰、茂みの中、くまなく探せよ。探せ、探すんだ。おい、いたか。ありません。一刻一秒の話とは言えんが、上に近い栄光が得られるんだぞ。欲しくないのか、貴様たちは。いたか。すみません、バカモン、もっと早く探せ。お、よう探さっきゃ。こっちはどうだ。ご覧ぞ、こっちまでは、こんなものだ。何、そうだ。
火事も高め。ここにも蓮子秀也親子と同じように発酵数奇な運命をたどる若者がいる。秋月六郎、二代将軍秀忠の子に生まれながら双子であるがゆえに、一人は三代将軍家光となり、もう一人六郎太は武蔵野の野辺に捨てられる運命になる。そして六郎太は伏木江西から桂宮親子と関わりを持ったばかりで、彼もまた公儀に耳引く者とみなされて追っ手を向けられていた。侍さん、そんなおっかない顔でにらみつけないでよ。あたいの心臓はまるで子ウサギみたいに弱いんだ。ほら、こんなに縮み上がってドキドキ震えてるよ。そうかい、そんなにあたいの言うことが信じられないんだったら、この谷川の水を存分に飲むがいい。おそらく塔も数えないうちに七転八倒、血を吐いて苦しみだし、ほら、そこに落ちてる山鳥のように。ここにも仲間がいたよ。この新越山の谷川には時々猛毒が流れ込むんだ。水を飲むときには気をつけた方がいいよ。ありがとう。その墓は興津屋左衛門。時々猛毒が流れ込むんだ。水を飲むときには気をつけた方がいいよ。桂宮親子がもしこの辺りの水を飲んでいたら、用心するに越したことがありません。まさか心配するな。わあ、冷たい。若様、危のうございます。お気をつけてくださいまし。大丈夫。やっぱり若君の声でしたな。何もそんな敵を見るような目で見るな。桂宮様をかくまい申し上げているんだぞ。誰よ。若様、騙されてはいけません。徳川方の忍者ですよ。その通り。わしは徳川方の忍者だったこともある。だが今は違う。逆に徳川方の忍者に追われる身だ。逃げるな、徳川の追っ手がやってくるぞ。
られてたまるか。若君さんよ、お前はこの七兵衛さんと一緒に来た方が幸せになれるんだ。豊臣の再興を願わば、わしの言うことを聞け。いつかは城下へ出てくるであろうと手ぐすねを聞いて待っていた。飛んで火にいる夏の虫じゃったな。殺してる勘を裏切りにめ、うん、言わせておけばすぐにその口を切らしてくれ。切らしてくれ清之進の一味か。そう見えるか。反役人に手向かう気か。往来の真ん中で長いものを振り回されては迷惑だ。収めてもらおう。何者だ。名乗れ。お主らに名乗る名は持たん。貴様役人頭のど島群像を苦労する気だな。無礼討ちにしてくれるわ。野田島様しっかりしろ。何をしとる。清之進の息の根を止める鉄砲撃ちだったんだ。野田島様、今の浪人は何者でしょう。くそー、あの痩せ浪人め。馬鹿がそんなこと言ってる場合じゃない。おえ。おい、直せ。こちら直せ。おい、左だ。痛むか。申し訳ございません。あの時加勢してくださらなければ。私は加勢をしたわけでも助けたわけでもない。邪魔なものを払っただけだ。お急ぎの旅だったんでは。傷の手当てが先だ。何ともお礼の言葉も行きずりの私のようなものに。歩けるか。地面に落ちた死の跡をつけられてはいいか。急ごう。はい。野田島群蔵は家老結城主膳の飼い犬か。さようでございます。そしてその結城主膳というのは密かに幕閣の一人と通じ合い、藩を徳川幕府に売ろうと計画を推し進めているんでございます。証拠があってのことか。証拠はありました。しかし。しかしどうした。唯一の生きた証拠を奪われてしまったんでございます。奪われた。はい、その命を。そうです、あの墓の下に眠っているのです。興津屋左衛門と会ったが。父です、私たちに。父は身の危険を感知していたんでしょう。一味に襲われ闇討ちに遭う前夜、虫が知らせたとでも申すんでしょうか。私たち兄弟に結城主膳の密かな計画を話してくれたんでございます。父は藩の勘定方を務めておりまして、結城一味の密謀を
盗み聞いてしまったのでございます。それで城下に住めなくなり、このような山の中で暮らしているのか。無念の最後を遂げた父上の敵と、藩を幕府に売ろうという裏切り者の行き姿勢も生かしておくわけには参りません。でも兄上は、兄上一人で仇討ちを果たそうと考えておられるのですか。楓を残して城下へ出ていくなんて。違う。同志との連絡に降りていったんだ。藩の存亡に関わる大事が密かに進められていることを知れば、仲間も黙ってはいまい。同志を募ってこの大事を防ごうと考えていたんだ。やめた方がいい。何をおっしゃるんです。ことをなすにおいを頼むくらいならば、最初からそんな気は起こさんことだ。しかし相手は藩を牛耳る家老であろうと、倒す気ならば一人で当たれ。それができんのならやめた方がいい。キジも鳴かずば打たれまいということわざを知っていよう。鳴かずにいればのどかに生きていられる。欲望や野望、それに背信の渦巻く城下に比べれば、ここは天国だ。ここに新しい暮らしを求めたお主たちは藩一番の幸せ者かもしれんぞ。傷は意外に深い。あとわずかで石を刀を握ることができなかったろう。もっともその方が幸せだったかもしれんがな。これからも腕を大事にする気ならば、しばらくは動かさぬことだ。おっしゃられた通り、私たち二人だけの力で結城主膳と戦いましょう。天は正義に味方するというではありませんか。万が一私たちの志が破れた時には、運がなかったと諦めましょう。そうしましょう兄上。詰めたのでございますが、現れた浪人者に邪魔されて。黙らぬか。お立場、ここへ来る時は奇想を知らせに来る時だけ、そう申しつけたはずだぞ。まことにもって。心底すまぬと思っているのなら、好意で示せ好意で。愚痴は聞きとうないわ。その浪人は風亭格好から幕府の密命で抹殺しろと全国に手配されている秋月六郎太に相違ない。秋月六郎太、あの癒やし体の風情は確かに。戸田島、役人頭はお主の荷に勝ちすぎるのか。それならそうと言え。身を投げ出して忠誠を誓うお主の代わりは何人もいる。ご家老、わしが本気で怒らぬうちに命令したことだけは果たせ。いいか野田島、桂宮親子は豊臣方の残党の多い九州の地へ渡ろうとしておる。赤間ヶ関では失敗したが、おそらく海を渡ろうと必死だ。蟻の子一匹海の外へ出すな。水際で息の根を止めるのだ。はい。今度失敗したらお主の息の根が止まる。手触りじゃ、下がれ。拝見、いるか。はい。
結城主膳に飼われた飼い犬か。さよう。貴殿には何の憎しみも恨みも持たぬ。金のためなら平気で人の命を奪う死神だが、たった今貴殿に猛烈に憎しみを抱いている。強い強い貴殿のその剣だ。とがくれば意見、生涯で初めて戦いがいのある相手に出会った。だがこの世にわしより強い相手がいようとは思えぬが。手柄を言うことにされてたまるか。いいか、売権と争ってる隙をついて切り替え。この鎖がお主の呼吸のすべてを教えてくれるわ。まるで手に取るようにな。岩に対応は一つ、地上にも強い者は二人ある。お主には消えてもらう。鎖を恋に子役人の分際で俺に命令するのはやめろ。何、田舎役人の手を煩わせずとも、この男は俺一人の手で倒す。逃げられたらどうする。俺は逃げません。俺の前に立ちはだかる者は、それがたとえ幾百万の軍勢であろうと、俺は俺の道を行く。貴様は待て。忘れるなよ、お主を斬るのはこの戸隠梅剣だ。そこもとは所詮この釜の錆となるのだ。そうか、七尾を見失ってしまったか。申し訳ございません。いや、私と関わらなければお主たちは天下同人と平和でいられたものを、すまんことをしたと思っている。いえ、私は姉にとってもこの空の下、いずこにまんじゅうの血はありません。お主たち、織田の加盟再興を図りたいと無念のうちに死んでいった手手の志を果たすつもりであろう。自ら波風を立てん方が良いのではないのか。余計なことです。余計な口出しかもしれない。だからお主たちの周りには主殿、野心を抱く者が大勢集まり群がってくるである。お主たちはここにであろう。その者たちが必ず血で血を洗う惨状を引き起こす。小太郎、人の命は一つしかないのだ。
無益な殺し合いは避けた方がよい。私は殺し合いのない世界で暮らしたい。いつもそればかり考えている。桂宮千早殿とはどこで落ち合うことになっている？はい、葛木浜です。それにはあの松林を取らねばならんな。そなたはあの小屋でまで。はい。で、秋月様は？それまでになんとか浜に出て小舟を調達しておく。六郎太様、いかがなされた佐坂殿？せっかく秋月様が救い出してくださった若様を、またも闇の七弁。佐坂殿、泣いてる場合ではないでしょう。私も六郎太殿には恩を受けております。恩を返すいい機会だ。一緒に探しましょう。若様というのは豊臣の意地秀屋様でしょう。はい、お待ちどうぞ。さあ食べなさい。腹が空いたろ。またそんな目で俺を見る。母上に会いたくないのか。親切に会わせてやろうと言っているのがわからんのか。目は口ほどに物を言いという下世話の言葉がある。わしの目を見ろ。どうだ、信じてもいい目をしているだろう。こいつ、ああさあ早く行。今日葛木浜から船が出る。それで長崎へ渡るんだ。母は長崎にいるのですか？そうよ、お前が来るのを首を長くして待っておるぞ。強情なガキに俺の夢がかかってなければ首が飛んでるぞ。食のいたぐらいでくたばりはしねえだろう。踏んでいりゃもったいない女です。同様です。
こちらは歌舞伎浜です。やっと来ましたね。おかげさまで道中助かりました。でもまだ船が手に入るかどうか、無事にお乗せするまでは安心できません。さあ参りましょう。見ろ、あの横顔は手配所の桂宮蓮子によく似てる。間違いありますまい。取り方を呼んでこい。女の行き先は葛城浜だ。はっ。それでは六郎太様にお会いしたのですね。はい、船の手配をしてくれました。日の暮れまでには浜に来ることになっています。よかったですね姫宮様。それまでに若宮様を迎えに行ってくると、そうおっしゃって。秀屋を。はい。そうですか。若宮様は佐坂さんが守っておいでです。ご無事で会えますよ、必ず。まあもうすぐだ。さあ。どうした？もう歩けぬ。何？この野郎、またおぶってくれって言うんだな。分かった分かった。さあ。さねば公爵な青二歳目、闇の七兵衛の相手ができると思っているのか。次は眉間を割ってやる。ご苦労様。京之進殿、二人を連れて和気浜へ急いでくれ。余計なところに。七兵衛、手の中のものを投げてみろ。即首が飛ぶぞ。覚えてろ、今度会った時こそ血の涙を流させてやる。また会ったな。これは先を急ぐ。いずれ気づいたか。お前の飼い主が来た。まずい。お主とやるときは誰にも妨げられたくない。行け。Thank you.
そろそろ日が沈みます。浜に船が来る頃です。あれは秀也、秀也、秀也、姫宮様、秀也、姫宮様、秀也、秀也、秀也。そなた無事で。門に会いたければお前たちも冥土へ送ってやろう。藩を徳川にいる極悪人、その最後を教えてやる。二人きりになれたな。これ以上俺に殺生をさせないでくれ。もう二度と刀を震えなくしてやるぞ。
面の宮親子を乗せた小舟が行く萩の国は高校たる月に照らされていたが、秋月六郎太の心中は求めずして己の剣に逆まく血の渦に言い知れぬ怒りと悲しみが吹き抜ける。これが定めか、一人来て二人連れ立つ運命峠。運命峠、長崎に吹き荒れるキリシタン弾圧の嵐、その最中神父を訪ねた蓮子と笹川、秀哉と共に国外脱出を図ったが、なんと偽神父の正体は闇の七兵衛。二人は捕らえられ、神父と共に雲仙岳の消滅地獄に落とされる風前の灯火。救出に向かった秋月六郎太の前に立ちふさがる不気味な浪人者は恐るべき剣の使い。その対決は嵐を呼び雲を巻く。次回暁の決闘にご期待ください。